ツイッターの検索オプションを知ったらこんなに楽になる。アンマンが覗いてる。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがこたつからこっちを見てます。これは寝てるの？目を開けて寝てんのかな。いや見てるよな。アンマンちゃん動かない。寝てるのかな、どうなんだろう。あ、ピクって動いた。寝てないよって言ってる。寝てるんですか、アーマンちゃん。全然動かないですけど大丈夫ですか。相変わらず可愛いな。それでは本編スタートです。どうもプニです。皆さん元気ですか。今日はですね、あのツイッターの検索方法についてちょっと調べたので、皆さんにねご紹介していこうかなと思います。ツイッターって正直見にくいじゃないですか。ただ流れている情報をね、見るっていう意味ではすごくいいのかもしれないし、拡散力もあるから、それはそれでいいんですけれども、じゃあ、必要な情報を見たいってなると、非常に探しにくいのがツイッターだと思うんですよね。で、検索窓にね、ちょっといろいろオプションがね、入れられるんですよね。それを入れることによって、欲しい情報がね、簡単に、なんていうんですか、見れるようになるというかね。そういう方法がありましたのでね、それをね、ご紹介していきたいと思います。特定のツイッターの人だけを、検索で引っ張るとかね、そういう方法もありますので、ぜひね、使える情報だと思いますので、最後まで見ていただけたらと思います。特定のアカウントの特定文字が入っているものを検索する方法をね、まず見ていきましょう。検索窓にね、from、プニゲームズアンダーバー YouTube スペースチュロスですね、これはどういった意味かというと、from コロンっていうのが、私の Twitter アカウントの、アドレスですね、アカウント名ですね。で、その後ろにスペースでチュロスと入れることによって、チュロスのツイートのみが、表示することができます。つまり、私のツイートの中からチュロスという、文言が入っているツイートを表示しなさいという、検索してきなさいという、ことになります。するとですね、結果がこんな感じでね、チュロスのものだけが表示されるようになります。それで今現在表示している状態の URL をねブックマークしとけば、チュロスの検索の条件が入った URL がね、保存できるようになります。続いてですね、リツイートを表示しないで閲覧する方法ですね。こちらはですね、このように書くんですけれども、まず、from のところは、特定したい、アカウントですね。ここでは私のツイッターアカウントが入ってます。もし、指定しなくてもいいんですけれども、全体で、ツイッター全体での検索になるんでね、特定の、ツイッターの中で検索したいのであれば、このように入れる必要があるんですよね。で、その後、エクスクルードコロン、リプライズっていう感じかな？で、リツイートを除外できます。こちらはですね、エクスクルードっていうのが除外っていう意味ですね。
ですので、リツイートを除外して表示しますよという、ことになります。で、これも表示した後にね、 URL を保存しておけば、それがもう全部パラメータ入ったものになるので、まあ、ブックマークとかしとくと便利ですよね。さあ次はね、ハードオフを含むツイートを検索して日本語が含まれるものだけを表示するという方法です。今回増えてるパラメータが、あのラングっていうランゲージっていう意味なんですけれども、ここが JA だと日本っていう意味です。で、ここを EN にすれば、まあ、英語で、FR にすればフランス語みたいな感じで、あの言語を特定して表示することができます。だから例えば、私のツイートの中に英語だけで表示しているものがあれば、多分、ランゲージのところ EN ってすれば英語版で表示することができると思います。じゃあ次ですね。次はですね、写真付き投稿だけを表示するっていうことですね。これはね、 URL リンクが表示しなくなります。で、今回設定しているパラメーターがフィルターコロンイメージ図っていう、画像だけを表示しますよというものになります。次がですね、動画付きツイートだけを表示すると、いうコマンドになります。まあ、パラメーターですか。今回増えているのは、フィルターのところがビデオズというものになります。で、これを設定すると、あの動画付きのものだけが、表示されます。ちなみにね、こんな感じです。こんな感じでね、動画のみ、動画がついているツイートのみ表示することができるようになります。これも便利ですよね。このアカウントの動画投稿が楽しみだっていう人は、他のものは表示せずに動画のみ、ついているものだけを絞り込むということができます。それではね、じゃあ動画と写真付きのツイートだけを表示するっていう方法があります。これはね、2種類方法があって、OR っていうね、なんていうんですかね、パラメーターが使えるんですけれども、これはさっきのイメージとビデオを、両方含むもの、という意味合いになります。で、これを一つにまとめたものがね、パラメーターであって、メディアっていうね、ものがあります。で、これを指定すると、動画とね、画像がついているものを、どちらかがついているものですね、を表示することができます。まあ、絞り込むことができるっていう感じですかね。そしたらね、次はアットマークから始まるものを表示する。これはね、返信ですね。リプライしてるものだけを表示するっていう感じかな。ですので、今回ね、フィルターのところがリプライズっていう、ものに変わるだけになります。ちなみに検索結果がね、こんな感じ。私がね、返信したものだけが、こうやって表示されるようになります。そしたらですね、次はね、リツイートだけを表示するっていうこともできます。先ほどね、リツイートだけ除くっていう話もありましたけど、その逆ですね。フィルターのところに、ネイティブリツイート図っていうのをね、入れると、リツイートだけが、表示することができます。ですので、フロムのところに私のチャンネル名が入ってるんですけど、ここに例えば、ハードオフさんとか、まあ、お気に入りのね、ツイッターアカウントを入れていただいて、で、その人がリツイートしているものをね、見たいっていう時に、このフィルターが役に立ちます。次がですね、ハッシュタグがついたツイートを表示ということで、これはちょっとね、おまけ的な感じなんですけど、
住所を指定してね、15キロ以内を表示しますよっていう、ことになります。ですので、この地域のツイートを集めたいとか、そういう時にはね、すごく有効なコマンドになると思います。それではね、ここから、皆さんがね、使いやすいんじゃないかというものを、ちょっとね、集めてみました。まずね、特定のアカウントをまとめてリツイートなしで表示する方法、これ全部上つなげてほしいんですけども、 from でチャンネル名、これを or で、こうやってつないでいきます。from チャンネル名、 or from チャンネル名、 or from チャンネル名みたいな感じで、で、あの or のところは前後スペース入ってますからね。で、エクスクルード、ネイティブツイートズっていう風にすれば、私のね、チャンネルと、ハードオフさんのオフィシャルと、ブックオフさんの、まあ、チャンネルというか、アカウントのツイッターが表示されて、なおかつ、リツイート、そのアカウントでリツイートしたものを表示せずに、まあ、つぶやいた、直につぶやいたものがね、表示するっていうことができます。これ結構使えると思うんですよね。ですので、このコマンドで一回検索して、で、出てきた URL をね、保存しとけば、次からそれクリックすれば、この検索条件が入ったものになるという、そういうことですね。これ結構使えるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあね、次使えそうなやつは、特定の文字が両方入っている場合の検索方法です。例えば、ある文字と、ある文字が、この両方入っているものをツイート表示するという、コマンドになります。コマンドっていうか、オプションになります。from、ここは一緒ですね。チャンネル名。で、ダブルコーテーションでくくってありますけれども、ハードオフと、スペース、アンド、このアンドっていうのが、キーになります、今回ね。で、ダブルコーテーション、ジャンクってなってますけれども、こういうふうに設定すると、ハードオフとジャンクが、両方入っているツイートのみを表示しますよという、ことになります。だから好きなね、方のツイッターの中で、例えば、じゃあ、ブックオフと、小説とか、そういう感じで、両方入っているものを検索することができます。これ結構便利でしょ？ちなみにね、検索結果がこんな感じです。私のやつの場合はね。こんな感じで、太文字になってますけれども、ハードオフとジャンクという文字に引っかかって、こうやってね、表示することができます。これもまた便利ですよね。例えば、この人のツイートの中で、ゲーム系だけのツイートを見たい人は、まあ、ここにね、ゲームって入れてもいいと思うんですよね。まあ、ハードオフだったら、ハードオフって、入れると、その人の特定のツイートをね、見ることができるという。そういうことになりますよね。ですので、これもまた、表示したものをブックマークしとけば、その URL をクリックすれば、また新しいね、ツイートが見れると思います。次がね、特定の期間を絞り込む方法っていうもね、ありましたので、まあ、これもね、ご紹介しておきます。例えば、ね、キンキンのものだけに、ツイートを絞りたいっていう人もいると思うので、こちら、上はね、全部つなげてくださいね。from でチャンネル名。で、ダブルコーテーションで、ハードオフってなっていますけれども、私のツイッターの中で、ハードオフを含むもの。で、スペースで、
センスが開始日時、時間も設定できます。あの JST っていうのが日本時間っていう意味です。これ指定しないとグリニッジタイムになるみたいです。で、次がアンテルなんですけれども、これがここまでっていう意味ですね。でこれも、日本時間で19時っていう意味です。 JST がね、日本時間っていう意味です。でこれを設定すると、私の、ツイートの中で1月1日の朝3時から、4月の24日の、まあ、夜の7時まで、のツイートで、なおかつハードオフを含むものが表示されるということになります。結構便利でしょ。で次がね、特定の期間およびその人宛てのツイート表示っていう、ちょっと特殊なものになります。私宛てのプニ宛てのね、プニ宛てのツイートを特定期間で絞ってみようという、ことになります。それがね、from が to になります。まあ宛先ですよね。それが、プニ、私のチャンネル宛てで、なおかつハードオフという文字が入っていて、で、1月1日の3時から、4月の24日の19時までという、ことで検索してみると、検索結果がこんな感じになります。こんな感じですね。なんかマックと、ケンタの、コラボで食べに行った人のツイートが出ておりますけれども、私宛てのね、返信がこうやって表示することができます。美味しそうですね。ベーコンポテトパイ、皆さん食べました？なんかちょっと味が変わった気がするんだよな。なんかね、ちょっと薬っぽいっていうか、まあ、気のせいなのかもしれないけど、そんな味でした。じゃあですね、リツイート回数、いいね回数を、設定値を超えたものをね、表示するという、これはね、最後に、したいと思います。これもちょっと珍しいですよね。で、上2行が、それになるんですけれども、上の方は、リツイート回数が5回を超えたものというか、5回以上のものですね。超えたものではなくて、5回以上のもの。で、下が、いいねが10回以上されたものが表示されるということになります。ですから、まあ、ここにまた、フィルターを追加すれば、もうちょっとね、細かく絞り込んだりすることができるという、ことになります。というわけで、ツイッターのね、検索方法、いかがでしたか？まあ、冒頭にも言いましたけれども、検索した結果の URL、そこをね、ブックマークに入れとけば、まあ、同じパラメーターをいちいち検索画面のところに打つ必要はないです。入れる場所はね、なんていうんですか、虫眼鏡のマークのところの、検索窓のところに、さっきの、文字をね、全部打っていただければ、検索できます。まあ、特に使えそうなのは、特定の、アカウントを絞り込んで、やったやつですね。私のツイートと、ハードオフブックオフさん。で、リツイートなしみたいな感じが、一番使いやすいんじゃないかなと思います。で、実際、リツイートの多い方のね、アカウントを見ると、その人がつぶやいたものがどこにあるかがわからないっていうか、探しにくいんですよね、ツイッターって。なので、
まあ、こういう風に、コマンドで絞り込んじゃうといいかなと思います。まあ、あとはなんかコード検索みたいなものがあったりするみたいですけど、携帯の方だと、まあ、いちいちそれでやるよりかは、まあ、コマンド打っちゃった方が、コマンドっていうかオプションですね、打っちゃった方が早いかもしれないし、それを一回打っといてその URL を保管しとけばいいかなっていう気はします。ですのでね、好きな方のツイッターを、その人のつぶやきをね、見たいっていう人はぜひ、活用してみてください。いや、リツイートにね、埋もれちゃってるね、アカウントも結構あるので、まあそういうのもね、見やすくなると思います。というわけで、私はこれからね、これをね、活用してやっていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。役に立ちましたかねまあ概要欄にもね、少し貼っときますんで、よろしくお願いいたします。それではまたね。